毎日ハッピーだって歌う、へこむ、寝る、叫ぶ、困る、今日もフリーマネー。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました日常のラジオ東雲研究所編、博士役の今野ひろみです。はい、そして東雲の役の古谷静香です。そして拾われてきた猫、坂本さん役の白石美奈です。以上、この3人で番組を進行していきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日は、はい、たまにはそういう感じでね。そうですね、ちょっとこうムードのたっぷりな感じで、はい、これやっていけたらいいかなって、ね、何発信か言っておかないと、はい、そうですね、わからないんですが、うん、今日も京都で、まあ、メガネ発信で、メガネ発信です。みすずちゃんがメガネを忘れてきました。またあいつメガネを忘れてきたので今日の僕のメガネは、はい、戸田氏のメガネを、はい、今日の私のメガネは白石君のメガネを。そうです、はい、そしてそんな古谷のメガネは、はい、透明メガネでございます。そうね、透明メガネだね。何かそう、あれでしょ、正直者には見えるっていう。そう、心の綺麗な人にはあれだね、見えるかもしれないわね。なるほど、まあラジオだからみんなには見えないんだけどね、最終的には。そうですね、全く伝わらないラジオですね。そんなピエロだよ、ごめんなさいね。まあそんな感じで今日も1日じゃない30分よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いいたします。もうそろそろ疲れたからやめていいかな。そうね、じゃあやめましょうかね。はい、やめよう。はい、じゃあもう見づらいから、じゃあメガネ返して。メガネ返して。はい、はい、はい。ていうかね、やろうっつったらあなたなんだよこれ。やってみたかったの。なんかさ、こうニュース番組風っていうかさ、ガリ弁風っていうかさ、あなたのもともとの持ち込みがガリ弁風でもニュースキャスター風でもなかったじゃないですか。ガリ弁風、ガリ弁打ってたら福山雅治みたいな感じで目指したでしょ今ちょっと。なんかいろいろやってみたい。まあそうね、いろいろね、考えてやっていかないとね。そう、いつもいつも同じようなことばっかりやってても意味がないんだ。そうだよ、挑戦してね、やっていかないとね、チャレンジしていかないとね。ね、よし、じゃあ今日もチャレンジしていっていこう。はい、はい、ね、え、何するんだっけクリア。チャレンジ。オッケー、よし、それでいこう。はい、それでは1通目のメールを読んでみたいと思います。はい、こちら東京都にお住まいのラジオネーム、黒猫を追いかけ回してスカーフを装着ネーム、え、セットでこんなに安くなるんですかさんからいただきました。このセットで安くなるんですかさんは何回か聞く。これそうですね、ね、前回も聞いた。この最近のこの何週間の流れでよく聞く流れでしたね。しかも名前長くなってました、最後の最後で長くなりましたね。はい、こんにちは、僕です。こんにちは。こんにちは。皆さんが海に潜っていると周りをサメに囲まれました。はい、使えそうな道具は海底のウニくらいしかありません。どうしますか。どうしますか。ということなんですけれども、元気ですか。これ元気ですか。元気どうしますか。古谷さんがそろそろ壊れております。もうこいつ本当にどうでもいい感じになってきたね。いいよ、いいよ、よっしゃ、よし、どうするか。どうするか。ウニしかないわけですよ。ウニしかない。ウニか、海底に。うん、そうね、とりあえず痛いよね。痛い、痛い、ウニは痛いね。痛いな、まあ、サメに痛いかどうかわかんないけど、僕らにはとっても痛いね。そうですよね。でもサメ硬いよね。サメも硬いですね。なかなかに。サメの、うん、横、はいはいはい、のなんかシワシワってなってるところ、ヒレですね。あ、いや、あのエラですね、エラ、ヒッてなってるやつに、はい、ウニを、なるほど、ぶち込んで、うん、こうなんか刺したら、うん、なんかさ、あのよくさ、あの、うんと草木の中に入ってたらさ、いっぱいつくやつあるじゃん。ああ、はいはいはい、引き虫ね、はいはいはい、あんな感じになるよね。あんな感じになるよねっていうことは、まあまあそんな感じになるかもしれませんけど、今の質問は、そのサメに囲まれたらどうするかっていう話をしてたんですけども、あ、そうする感じ、うん、ひっつき虫みたいな感じに、うん、ちょっと見てみたかった。ああ、なるほどね。はい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 。どうするかってことか。どうするかってこと。サメを退治しなきゃいけないってこと。まあやっぱりその逃げるためにはサメを退治しなきゃいけないかもしれないですね。で、ウニしかないんですよね。ウニしかないわけですよ。ウニいかがすかーって。あ、サメに対して、ね、ウニがすかーって。人間なんかでもウニの方がいいっすよーってね。美味しいよー。美味しいよっていう形でね。うん、おー、なるほどね。今旬だーって。そう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 。いかがすかー。いや、ウニってやつよ。今、イカって押そうとしましたけど、ウニですからね。うん。何そのドヤ顔運動感じのそれは。私いいこと思いついちゃったみたいな感じで今言ったよね、今ね。いやー、
なんか、ちょっと面白いかな、ね。なるほどね、うん。面白いです。ちょっと面白かったです。はい、面白い。確かに。確かに面白い。面白い。ありがとう。すげえ面白い。ありがとう。海の話をしてるのに、いかがなんて。そうね、チャレンジね。そう、チャレンジの日、チャレンジ。まあまあ、だからこういう状況になったとしても、はい、やっぱりね、その、あのむやみに命を捨ててはいけないんだと。そうだよ。戦わなきゃいけないんだ。そうだよ。ね、フリはこういう時どうするんだっけ？こういう時はチャレンジ。そうだね。そう、チャレンジです。はい、チャレンジです。もう今日は今回のこのあのシノノメラジオはもうチャレンジ。そうです。はい。押していく。はい。ね、だからそんなにウニいで、あのウニしかなかろうと。どう？やってみることが大事。やってみないといけない。希望捨てない。ね、そう、うん、ウニを持ってどうするんだっけ、フリア。投げる。チャレンジじゃないんだ。あ、なるほどね。ごめんごめん。何度も振りすぎたね。ごめんね。そうです。オッケー。よし。はい、投げましょう。はい、投げましょう。よし。はい、じゃあ投げる感じで、はい、じゃあ次の、お便りに行ってみたいと思います。はーい。はい。ラジオネームフッキーさんからです。はい。ありがとうございます。今野さん、古谷さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。おや。あ、あと白石さんも。へへへ。おー、こんにちは。はい。滝沢目高校編では、ゆう子たちが教室で様々なゲームを行っていますが、うん、皆様学生時代何か教室で行っていたゲームなどありますか？よかったら教えてください。これさ、完全に年がバレるよね。まあ、そうですね。まあ、年代出るよね、結構ね。まあ、僕らで何入ってました？このさんの頃って。牛乳瓶の、蓋の。ペッてやるやつですか？あの、息で。うん。あの、で、なんか、牛乳瓶のさ、やつのついてる、やつが、うんと、青い蓋だったの。青いっていうか、なんていうの、青でマークが入ってる。はぁ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 。だけど、あの、時々さ、コーヒー牛乳とかさ、フルーツ牛乳とか飲んだ子が、ちょっと赤いやつとか、赤で書いてあるやつとか、オレンジで書いてあるやつとか持ってくの。で、それが強いっていう、なぜか、こうなんか、こう、なんていうの？みんなの中のこうルールがあって、それをゲットするために、みんなすごい躍起になって戦うっていう。おー。あれですよね。あの、牛乳の蓋並べて、ひっくり返って、ひっくり返って、ひっくり返ったら、そう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 。そうそうそう。あったあった。あった。俺たちの頃だとね、そういうので言うと、まあ、ギリギリコマですかね。あー。コマやんなかったの？やりましたよ。喧嘩ゴマとかをやりましたけど。なんか、ベーゴマとかやった。はい、そうそう。目、あの辺はね、まだ今だに。学校で、コマ持ってったら怒られなかった？だから、外でやるんですよ、外で。あー。クラスの、あの、ま、中で、教室の中でやるとしたらもう、あれですね、スピードでしたね。あ、これだ！トランプの。はい。あー。一斉のセッティ出して、その、あの、カードの上下の数字をバンバンバン出していくっていうやつじゃないですか。やりましたね。あれで、要するに勝ったやつは、まあ、あの、ね、やりましたね。あれか、花札を。あ、花札も。あ、なるほど。でも一番流行ったのは一斉のせかな。あれが。うのとか。うのをやったけど。やったけど、子供の時じゃなかったな、小学生の時とかはやらなかったか。もうちょっと、でもちょっと高校生ぐらいになったかな。中高生とか。中学生ぐらいの時やっぱもう一世のおせが信じられないぐらい流行ってた俺なんですけど。もういかに、いかに早く。あ、でも流行ったな。終わらせるかっつうので。まあだから一世のせっていうよりは俺たちはスピードって呼んでて、その時は。これをですか？ああ、そうかそうか、ごめんごめん。あの、トランプの。大黒君もやっていた。そうそう、あれもやったけど、あの、そのトランプでやるスピードっていうね、はい、その、うん、あのやつが流行ったかな。一斉のせもでもやりましたね、確かにね。やったね。一斉のせ、ヒャーって。そうそうそう。わわわって。あの、大根抜きとかやった。大根？大根？大根抜き？大根抜き？は畑とか。畑でやるんですか？違うのよ。あれ、誰も知らない。大根抜きって何？教えて教えて。何？嘘でしょ？どんなんなの？本当に？ひろみ教えて。みんなで、壁際に、こうなんか、座るの。うんうん、で、はい、あの、みんなでこう腕組んで座るんだけど、はい、鬼がいて、はい、あの、足を引っ張って大根の。何それ？それ知らない。って有料長やってて、子供はさ、なんかさ、今考えるとさ、ひどいよね、足、大根足ってことなわけでしょ？そうね。はい。そうです、ね。そう、だけど、みんなで、並んで、腕組んで、こう、抜かれないように必死なわけですよ。で、抜かれると、また鬼やんなきゃいけないから、抜かれないようにみんなで壁際にこう、くっついて、頑張るっていう遊びを、小学生の時やってたね。
なるほどね。もうその辺で言うとね、あの、うん、だるまさんが転んだもやりましたね。あれでも言い方がやったやった場所によって違うんでね。え、そうなの？うちの地域だと坊さんが火を越えたらって、はい、もうだるまじゃないじゃん。だるまだからだあのそうそうだるまさんが転んじゃなくて、もっとねひどいやつだと、はい、これ完全な放送あのダメだけど、はい、インド人のあーんっていうのがありましたよ。じゃあ今だるまさん転んだってこと？そう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 、あーはーはーっていうふりですね。あ、でもそこは一緒なんだ。そうそうそう、そういうことだけ違うんだ。坊さんが屁をこいたっていうのをこう立ってみて、あー、だるまさんが転んだと全く同じので、あるよね。知ってる？みんな坊さんが屁をこいたとか知ってる人いるね。あ、知ってる。あ、よかったよかった。あ、ほら、ありましたよ。あ、でもそれはありますよね。あれは地域の手です。地域の遊びってさ、ちょっとさ、教室の遊びとちょっとずれるけどさ、十字架ゲ遊び？十字架遊び？あのさ、十字架っていうな、十字架な、正しい名前忘れちゃったんだけど、はあ、外で公園とかにみんなで四角を書いて、はい、まあ、ただにバッテンを書くだけだな、うん、真ん中に。はあはあ、ほんで、その中だけを鬼が移動できて、その、何四つ角をみんなが逃げ回るの、あのその四角書いた四角から逃げないように。で鬼がそのまあ十字架っていうかバッテンなんだけど、うんうん、そのバッテンの中だけを行き来できてこう、うん、タッチしたら負けみたいなやつゲームがあって、ここが十字架なんとかっていう遊びだったの私たちの中で。だけどそれを言うと誰も知らないのよ。いや知らないそれは。ひょうたんとか。初めて聞いた。ひょうたん、ひょうたん知らないの。ひょうたんの形してなのをそれまた地面に書いて、でひょうたんの中をあのみんな逃げ回るんだけど、鬼はひょうたんの周りを行ってタッチする。それは知ってるかも。でなんかひょうたんのさ、こうさくぼんでるところあるじゃん。あそこに木の枝とか置いて、あれ鍵とか言って、こう縦になってると開いてるって、横になってると閉まってるから逃げられなくて、鬼がそれをなんかこう鍵を閉めちゃったりとかするから、閉められてると逃げられなくて、同じ場所にいなきゃいけないから捕まえられやすいみたいな遊びがあったんだけど、それまでみんな知らなくて、北海道だけかみたいな。それはでも初めて聞いた。うん、へえ、なるほど。じゃあもしあのこのラジオをあの聞いている北海道在住の方、もしくはあの北海道に住んでいた方で、あのこれをご存知の方、それ以外の人でもいいよ。知ってたらね。知ってたらね、ぜひこういう遊びしたよって、大根抜きもね。はい。大根抜きとかね、そういうのを知ってるという方いらっしゃいましたら、ぜひあのお便りをいただきたいなと、ぜひ、はい、思います。はい、リスナーの皆さんからのお便りをどしどしお寄せください。お便りはランツネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。はい。続きましてこのコーナー、本のタイトルのコーナーです。はい。はい、このコーナーは本のタイトルだけ送ってきてもらって、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーです。今日はどういうイメージで、あれは、あのね、ガリレオしようと思ったら失敗したの。あ、なるほどね。エコーはすごい綺麗にかかったんですよね。かかったけど、ありがとう。さあ、本日もですね、我々たくさんの本を、読んできた、今野先生と古谷名人に、はい、まあ、今日もいろんな本のね、話を聞いていきたいなと、はい、思いますので、ぜひちょっと今日もお二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では、では、早速ですね、聞いて、ご紹介したいと思います。はい、佐賀県にお住まいの、ラジオネーム、近年稀に見る珍獣さんからいただきました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ペリーに何か足した顔の少年が持っていた、黒船以上の衝撃？意外なダルマの使い方100選という本が気になります。教えてくださいということなんですけれども。ダルマはね、あった。ダルマは何ですか？先生、何すか今、ダルマ、やり直し。はい。花丸ですか。ダルマはね、ね、はい。いろんなね、はい。使い道がね、はい。あるから。え、確かにその意外な使い方100選って書いてあるんで、それを今聞こうっていう話なんですよ。それはもう、存じ上げてるんで、はい。そこら辺をちょっと聞いていけたらいいかなと思ってるんですけれども、はい、先生。2回言った形になりますね。そうですね。まあ大事なことなんで2回言うことはいいかなと思うんですけども、ぜひそのですね、その、大事な使い方であったり、意外な使い方っていうのを、はい、ご教授いただけると、ありがたいかなと思うんですけれども。何でも聞いて。いや、ですから、どういう内容なのかなっていう。例えば、じゃあ、先生がおすすめする、だるまの使い方ってどういうのがありますかね。とりあえず、はい。開けるところから。
開ける、え、だるまをですか。だるまをだるまを開くんですか。大体ああいうだるまって開くイメージなかったんですけど。そう、みんな知らないけど、え、実は開ける方法がある。あ、そうなんですね。開けられるんですか。それはどういう、それはどういう風に。それは、ええ、だるまのね、はい、目があるじゃない。目がありますね、はい、はい。で、みんな、ええ、書いてない方に注目してるけど、はい、実は書いてある方に秘密がある。秘密が、あ、そうなんですか。そうなんです。実はあれ、みんな本当は見えてないんだけど、はい、数字は書いてある。え、目ですか。黒い方にですか。黒い方に、黒いその目の中にじゃ数字が書いてあるんですね。わからないように、ええ、それを気づいて、ええ、こう暗号を合わせられると、はい、開くのよ。暗号を合わせられるとっていうことは、そのだるまの中にどこかに暗号っていうか、そのなんつうか鍵みたいなのがあるんですね。そう、なるほど。だるまの秘密がある。あ、なるほど。それはどこ、その、はい、暗号を手に入れるためには、はい、相当な努力が必要。努力が必要なんですか。あ、そうなんですね。それは、え、どうすれば手に入るんですか。それはなかなか、ここでは言いづらい感じですか。そのだるまは、はい、実は、ええ、未知なるだるまがある。未知なる、未知なるだるまですが、どんどん話が大きくなってきてますけど、ね、まあまあ、いいでしょう。未知なるだるまなんですね。そう、ええ。でもさっき普通のだるまなんですよね。でもだるまが開くのは基本の形なんですよね。基本の形は開くの。開くんですよね。開くんですよ。ただ、未知なるだるまというのがあると。そう。おう、だるまは日本のものと思われてるけれど、ね、はい、実は、はい、ある場所に、はい、一体あるのよ。一体、そうなんです、ね。それは未知なるだるまなんですか。未知なるだるま。ええー、はい。それもしよかったら場所とか。それどうなんですか、それは。海賊船。海賊船、海賊船。それなんか完全に宝箱の子なんか。ああ、そうですね。なんか、ええ。だから、はい、それ海賊船。みんな、それをなかなか手に入れることができない。なるほど、はいはい、はい。だって、こう、動いてるからね。まあそうです、海賊船ですからね。まあ海賊船じゃなくても船でやればどっか動きますけど、ええ、だから、はい、それを見つけて、ええ、暗号を手に入れると、うん、回すことができる。待ってください、暗号があるのはその宝箱海賊船に乗ってるだるまなんですか。他のだるまには暗号はない。あ、あるの、あるの。あるだから、はい、その暗号の番号があるじゃない、こう、はい、解く鍵、はい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 、鍵を、はいはい、その鍵が、はい、未知なるだるまに眠ってる。あ、だるまを、ね、通常のだるまを開ける鍵が未知なるだるまに眠ってる。そう。じゃあその未知なるだるまは開ける暗号だけのものなんですか。ってことですよね。その要するにその一個のだるまの未知なるだるまの中にある、はい、その鍵があれば、そう、そのこの世の中に溢れてるだるまたちを全部開けることができる。できる。なるほど。これ普通に開けることはできないですか。できない。あ、できないですか。それ開ける、壊したりとかしようとすると、はい、不幸になる。不幸になるんですか。なんかだんだん新興宗教みたいな感じになってきましたけど、大丈夫ですかねこれ。開けようとすると、はい、ビリビリっと、え、電気が、電気が、これ不幸になった。ちょっとそうですね、確かに地味に不幸な感じになりましたけども、不幸ですね。こう痛ってなるわけ。あ、静電気レベルなんですかそれは。どちらかというと、ちょっと嫌ですね。あ、はいはい、そう。あ、じゃあそのまあ、開けるのはじゃあ、まあ海賊船ってね、なかなかこう探求にはいけないかと思うので、うん、やっぱりこうもうちょっとこう何ですかね、世間一般的なもうちょっとこう、うん、まあ日常生活における、うん、より近い形でのだるまのこう使用方法というか意外な使い方って、はい、先生はご存知だったりしますか。あ、それがね、ええ、はい、実は、はい、みんな目に描くじゃない、こう黒目を、そうですね、そうですね、合格とか、はい、何かに、はい、そうですね、かったとか、はい、なるんだけど、はい、あれは、はい、目に描かない方がいい。え、そうなんですか。描かない方がいいですか。え、それなんでですか。それが目に描かない方がいいんですよね。先生、見切り発車ね。大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ、そのまま進んでいただいて。大丈夫ですか。僕はいつまでも待ちますから。はい、大丈夫です先生。大丈夫です。どっちかっていうと、はい、口を描いた方がいいのよ。口を描いてませんか、もともと。口描かれてますよね、基本だるまの方は。描かれてますね。ええ。あ、ただあれには、あれに、ええ、さらに、口紅のように化粧をして、あ、赤いじゃあ、そう、炭で。そう。おー、そうすると、はい、食に困らない。あ、なるほど。先生、それ意外な使い方っていうよりも普通になんか豆知識的ななんか感じになりましたけど。そうですね。なんかジンクス的な、蛇の皮を財布に入れとくとお金が貯まるみたいな、あのノリですよね、それ完全に。そうそうそう、だるまの皮をね。はい。皮だるまの皮削り取るんですか、それはだるまを。そう。ちゃっちゃっちゃってこう。そう。はい。鉛筆削りみたいな感じで、はい、鉛筆削りみたいな感じで地味な作業、ね、それは場所はあったりするんですか、そういうその一番削ったらいい場所みたいなのは。
お尻？お尻、あ、後ろの部分ですね。部分を、はいはい、削って、はい、こうコップの中に入れとくと、コップの中に、はい、茶柱のようになる。はい。はい、それは別にあの先生、別にお茶とか何とかじゃなくても、まず立つことは立つかもしれませんが、飲めませんよねそれは。そう、飲めないんだけど、ええ、見て幸せな気分になる。ああ、茶柱みたいみたいな。茶柱みたいに立つと、あ、茶柱必ずピンと真っ上に立つってことですか。それはそう、茶柱ではダメなんですかね。そこへ、あ、なかなか茶柱を立てられない方への、そかそか手頃に立てられる。なるほどね。まあまあ手軽にそのだるまを削れる人っていうのもなかなかいないかと思うんですけれども、あの名人はなんか他にご存知なんですか、そのだるまのその意外な使い方っていうのは。私ですか。はい、そうですね、まず被ってみましょうか。被ってみましょうか。なるほど、だるま被れるですね。はい、中はまず、じゃあかぶれるだるまもあると。いえ、そこは削ってみましょう。削って削ってみましょう、はい、なるほど。まず掘り、うん、まあ、中が空洞であろうがなかろうが、まずそうですね、穴を開けて、はい、はい、穴を開けてかぶってみましょう。なるほど、はい、うん、するとこう、なんでしょうね、だるまだよとなるわけじゃないですか。まあそうですね、見た目的には顔の部分がだるまになりますから、だるまだよですね、はい、確かに、はい、そうですね、ええ、だるま、だるま明治大丈夫ですか。そう、だるまになることはステータス。なるほど、そうそう、夢なのみんなの。あのだるまをかぶることにより自らがよりだるまに近づくんだと。そう、あのあれですよね、だるまってその少林寺拳法をね、あの、はい、設立しただるま大使からね、はい、まあ来てるわけですけれども、はい、そのなんかその恩恵に預かる、その自分がだるまになることによって、うん、恩恵を預かるんだと。私がだるまである神であるみたいな。なるほど。私は神だ的な、そういうことに。こうなんです。だるまをかぶることによってなれるわけですね。ああ、それは新しい使い方なんですね、それが。そうですね。ああ、なるほど、うん。他になんかご存知だったりしますか。他に。はい。他にですか。はい。そうですね。テレビの上に置いてみましょうか。はい、テレビの上にだるまを、はい、置きました。はい、もうすぐ地デジかもね。そうですね、地デジ。もうね、時期的にはもう、うん、そろそろですね。あ、でももう始まって。出るかもしれないですね、4月であればね、うんうん、私の家も、はい、とうとう見れなくなってしまいました。はい、そうですね、はい、大丈夫ですよ、僕は待ちますよ、だるまを、はい、テレビの上に、はい、置いてみましょう、はい、あれ電波来たよそういうなるほど、はい、そのだるまがあれですね、うん、デジタルチューナーの代わりになるということですね。そうですね、奇跡を起こすかもしれない、うん、なるほど、つまりその地デジ化とかね、うん、そういうのがありますけども、その地デジ化の力が必要ないんだと。そうですね、だるまが一つあればアナログ放送からデジタル放送に気軽に、うんうん、やっぱりものすごい力を持ってるわけですね。なるほど、はい、うん、あ、それは確かに意外な使い方ですね。そうですね、誰も多分知らないと思うんで、ええ、今まだ変えてないなって人でもだるまさえあれば、はい、なるほど、見れますか。大きさ的にはどのくらいのサイズのものが。そうですね、自分の顔程度の、自分の顔程度のだるまであれば、はい、より受信の状態が良くなる。そうですね、なるほど、うん、まあなんか他にないかなって思ったらかぶればいいし。あ、かぶっても電波が良くなるんですか、うん、デジタル中断、自分自らがデジタル中断になるということなんですね、それは。あ、なるほど、はい、はい、うん、そうなんですね。あ、はい、なるほど、皆さん、だるまを使えば、うん、デジタルチューナーの代わりになると。はい。そして、だるまを削って、うん、お茶を入れれば、はい、茶柱が立つと、うん。そして幸せになると。はい。まだまだ、だるままだ、うん、奥深いです。なるほど。まあまあ、これね、お二人からいろいろお伺いして、まあ、だってその100のうちの4つ5つ、ね、紹介させていただいたんですけど、はい。コロさん、じゃあ最後に、先生、最後に、とっておきのだるまの使い方っていうのを1個、よかったら、それぞれ教えていただいてもいいですかね。とっておき、はい、とっておきをなんか、これがやっぱり、まあ、なんだかんだ言って、その、ね、他にまだ96個くらいありますけども、はい、まあ、これがやっぱ、だるまの意外な使い方では一番だなっていうのが、うん、もし、やっぱ先生、終わりでしたら。そうね。はい。皆さん、手軽に。はい。うん、使えるのは、はい、消臭剤。消臭剤、だるまが。だるまが。ああ、それだるま、どんなだるまでもいいんですか。どんなだるまでも。だるまを。ただ、はい、あまりにも、こう、置きすぎると、はい、匂いを吸い取りすぎて、ちょっと茶色くなってきて。ああ、ね、なるほど。それは普通に酸化したわけじゃないですよね。別にそれ茶色くなったっていうのは。そうなってくると、替え時なので、ね。あ、わかりやすいですね。なるほど。それただ単に木だから傷んでいったわけではないんですよね。それは湿気吸ったとかそういうのではなくて。うんうんうん、あ、
なるほど、はい、時々青くなる時もありますから。そうなんですね、はい、それ家カビかもしくは水カビですよね、それも、うんうんうん、いや、消臭剤。あ、消臭剤だって、なるほど。あくまでもそう。あくまでも、なるほどね。はい、あ、わかりました。優秀な。ありがとうございます。はい、わざわざすいません。じゃあ、名人、よろしければ、もうこれぞ私がおすすめする、この意外なだるまの使い方っていったら、これじゃないかというのは、やっぱりこう、はい、ぜひ、ちょっと一つ、最後にお聞かせいただけたらなと思うんですけれども、はい。そうですね。はい、そうですね。あれですよ、はい、名人がよくおっしゃられてた、はい。OK。オッケー、それはお風呂に入る際のオッケーってことですかね。それともカラオケだからそのオッケーですかね。いや、お風呂の際に使うオッケーです。オッケーですか。でもだるまって球体ですから、お水とかお湯とか入れられないですよね。とりあえず削ってください。あ、なるほど、削る、だるまを削ってオッケーにすると。はい、それは半分に切ったりしますか。半分に切ったりするんですか。それとももう頭から、下から下の方から、下から掘っていく。こう掘って、バランス悪くならないですかね。いや、そんなことないです。大丈夫ですか。はい。で、なおかつ、その、削ったものをお風呂に浮かべると、はい、入浴剤にもね。入浴剤に。それただのゴミじゃないですかね、それ。いえいえ、そんな。木くずですよね、それ、完全な。いや、ヒノキのような効果が。ヒノキのような効果が。うん、なるほど。そして、まあ、そろそろ替え時かなって時、茶色くなりますよね。三段ですよね、それでも。違います、違います。より、なんて、なんですか、オケで使うことがより一層参加する形ですよね。いえいえ、それはオケとしての買い替え時だよっていうお知らせサインです、ね。なるほど。うん、はい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 。まあ、とりあえずオケでするためにはいろいろ削っていかなきゃいけないんで。そうですね。はい。うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい。はい。皆さん、この6年以上の衝撃、意外なだるまの使い方100選、いろんな、使用法を聞かせていただきましたが。はい。まあとりあえずですね、まずはまあそのままではあれなので、削ったりなどしていただければいいかなと。まだ手軽なところからですね、はい、まあ消臭剤もしくは、なんでしょうね、デジタルチューナーとして、もうちょっと物は試して、はい、使ってみてはいかがでしょうかと。はい。いうところでございます、はい。はい。お二人とも今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そんなわけでございまして、本のタイトルのコーナーでございました。リスナーの皆さんからのお便りをどしどしお寄せください。お便りはランデスネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。はい、そんなわけでございまして、番組もそろそろ終わりとなりましたが。はい。いやー、すごいですね。ちょっとだんだん、本当はね、今日本のタイトルもう一枚あったんですけど、だるまがあまりにもちょっと僕の中でどこまで出るだろうと思って、試してみたくてすいません。はい、いいね、だるま博士が来てたからね、そうですね、来ましたね、はい、ちょっと休憩してる間に、ね、来てます、ね、詳しい人がいたからですね、ちなみにこれはですね、もう一つはどんな感じだったかというと、うん、こちら千葉県にお住まいのラジオネームスーパーオートバックスさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ミステリー作家の渾身の一作、恋愛小説のバイブルになりたい本第1位、うん、日常と興奮の間、興奮の間、うん、というだけですね。日常と興奮の間、ちょっとなんかでもこれだけでもちょっといいタイトルですよね、うん、そうだね、ちょっとセクシャルな感じが、うん、匂いがする方ですね。奥深き、そうですね、奥深いですね、感じがしますよ。日常の中の興奮ですからね、それはもう、うん、もうそれは、うん、それはもう鉛筆みたいな、あ、そういうね、これな、この尖り具合みたいな、そういう、そうですね、なるほど、うん、そう、そういう部分からエロスを小を伝えば、小って言った、はい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 、そうなの、なるほど、うん、そういう何か日常の中における興奮するような内容をまとめた本だった、うん、ね、T シャツに穴がみたいな、うん、このフォルムみたいな、フォルム、フォルム、フォルム、ああ、なるほど、はい、ああ、靴下に穴がみたいな、レギンスかと思いきやみたいなこともあるよね、なるほどね、はいはいはい、はい、そういうことですね、なるほど、はい、河野さんいかがでしたでしょうか。はい、なんか今日はとても不思議な人が来てました。そうですね、はい、だるまについてもっと研究したいなと思います。なるほど、そうですね、やっぱだるまは奥深いなって僕もちょっと今話を聞いて思いましたね、うんうん、はい、なんかだるまにさ、なんかするか、やりますか、みんなでさ、なんかみんなで何か達成したら目を描く、なるほどね、それなんかいいかもしれないですね、なんか企画ちょっとやりましょうかね、なんか3人で何かを達成できたら、はいはいはい、目を加工で企画みたいな、やってみましょうかね、ラジオやってる間に、ね、何にする、
次回まで考えちょっと次回まで考えましょう、ね、そうですね、はい、もし皆さんもなんかこういうのあどうよで、ね、送っていただければなと言っていただければ、はい、そうですね、であのコーナーハードル高いのダメなの、ね、できそうな、できそうな諦め早いからね、はい、まあまあそんなわけでございまして、はい、この番組をお送りしてまいりました、はい、これからもですね、はい、いろんなことに挑戦する番組ですよね、はい、何にするんでしたっけこの番組は、プレさんチャレンジ、ありがとうございましたはい、そんなわけでございまして、また皆さん次回お会いいたしましょう。お相手は博士役コーナーひろみと東雲奈々役古谷静香と坂本さん役白石みのるでした。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。まもなく始まります。東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました日常のラジオ時定め高校編スラマッパリー、会いましたね、はい、はい、長野原美代役の相沢舞です。七夕の願い事はギャルのパンツ、はい、そして愛用優子役の本田真理子です。はい、七夕の願い事マイナス15センチ、はい、そしていつもクールな水上舞役の戸樫美鈴です。七夕の願い事は次元の壁を越えたいです。はい、みんな意味わかんないねちょっと相沢さんがまず意味がわかんない、もう言った方が一番ですよなんかね、何も浮かばなかったの今日お題言われて七夕の願い事、もう何や、なんか何も思い浮かばないから線路みたいな、じゃあ何それ、完全にウーロンが言ってたやつでいいの、別にごめん適当でした適当でした何マイナス15センチって、うん、分かった、分かりましたマイナス15センチです。身長今いくつなの？言えない言えない、162cm162-15 分かんない、だから147、そうそうそう、そうです、そうです、それです、私が前にやってた役と同じ身長です。赤ちゃん、147、でもさ、女の顔って綺麗系じゃん、うん、じゃんってなんていうの、なんていうの、小さが低いのに、可愛く生まれたかった、可愛いよ、可愛いよ、なんか、うん、今ちょうどいい気がするけど、その身長に合ってる顔してるよね、そう、バランスがいい、うんうんうん、なんかもうちょっとこう控えめで小さくて、こうなんかふわっとした女の子で生まれたかったんですけど、いかんせこうドーンみたいな感じの女の子で生まれちゃったんで、性格的にもじゃあなんか あのあれに憧れるんです。なんかこう、すごい、守ってあげたいみたいな。ああ。絶対そっちにはいけないんですよ、いつも。そうだね。ですよね、わかります。いや、何度も言われてきたんですよ。いや、守るタイプじゃねえよなって。だって、守ろうとしても、なんか、いや、私、大丈夫だから。なんか言いそう。そう。でしょ？ずっと言ってれば、守って守ってずっと言ってれば、めんどくさい。めんどくさいね。もういいな。そんな本田はいいですよ。本田には本田に良さがあるから大丈夫だって。優しいじゃん。そんな富樫は次元の壁を。多分これ私だけじゃない。うん、わかる。多分一生のテーマ。気持ちはわかるの、うん。いつになったら超えられるの。本田もこれがこういう人も見えないと思うけども。落書きで書いてた男の子。ね、うん、なんかキャルンとしてますね。そうそう、男の子でこういう子が降ってこないかなって。なんか美少年って言ってもやっぱ二次元の域は超えられないですよね、うん、なかなか。そりゃあね。生身だからね。そうですね。そんな線の細い人間はいないから。そうなんですよね。逆に怖いと思う、うん。きっと美少女だって逆に男性的な立場からすれば、うん、美少女だってたとえあんなに美少女って芸能界に言われててもやっぱ二次元超えるのは厳しいですね。理想が詰まってるからね。落ち着いちゃったけど。ちょっとね、ちょっとね。
はい。そんな、オタクっぽい3人で番組を進行していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。何びっくりした。あの、いいって。はい。まずは、ふつおたのコーナーです。でーす。じゃあ行きますよ。はい。どうぞ。ラジオネーム、黒猫追いかけ回して、スカーフ装着ネーム。セットでこんなに安くなるんですか？参加いただきました。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。白石さんが乱入してきました。どのように撃退しますか？ほう。ありがとうございました。また来週。先週ね、そう言えばよかったんじゃないの？あ、そっか。うん、実は、さりげなくいたからね、うん、さりげなーく、ね、そう、気づいてたとはもちろん思いますけど。うん、そうなんですよ、うんうん。横にね、ちょうど、富樫殿の前、相沢さんの左、本田の右側にいました。そうね。解説ありがとう。素晴らしい解説だと思います。いらっしゃいました。うん、どのように撃退しますか？撃退？乱入ってどう乱入撃退する必要があるんだろうか。なんかでも乱入されてきたってことはなんか突っ込みにいらっしゃったってことだよね。うん、としか思えないんですけど。じゃあなんか突っ込んでいただけたらありがたい。あ、じゃあ、撃退じゃなくて、じゃあ、行っていただく方向で。はい。歓迎する方向で。歓迎する。じゃあ、白石さん、いつでもお待ちしております。お待ちしております。いいのかな、こんな。すごい適当だけど。そんなことない、そんなことないです。もう二次元の域を超えてます。ちょっと意味わかんないです。はい。じゃあいきますよ。ラジオネーム、こうへいさんからいただきました。ありがとうございます。どうも皆さん、スラマッパギー。スラマッパギー。アニメもラジオもいつも楽しみにしています。ありがとうございます。突然なんですが、横役の本田さんにお願いがあります。お笑い芸人の近藤春菜さんのモノマネで、肩の卓造じゃねえよって言ってもらえませんか？いつもアニメやラジオで声を聞いてて、声が似てるなと思ったので、よかったらお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと待ってください。いろいろ突っ込みたいところが2、はい、3点あるんですけど。どうぞ。どうぞ。あ、じゃあ今回って。そういうことではなくてですね。まずですね、私、春菜さんと似てらっしゃるということで、声が似てらっしゃる。丁寧に、うん。ということでよろしかったでしょうか。はい。こちらはなんですけれども、相沢さん、萌様と、富樫美鈴さんも、そう思ってらっしゃるってことで。なんでその古畑にみたいな。よろしい。古畑に拾ってくれたよ。優しい。よろしい感じ。似てる？いや、私ね、あんまり意識したことないけど、うんうんうん、言われてみ、いや、面白いかなと思ってそのメール選んだの。じゃあ、試しに、行ってみよう。行ってみましょう。うん、はい。角の卓造じゃねえよ！違うな。違うな。違うね。どういう言い方してましたっけ？じゃあ、歌詞行ってみたら。ほら、富樫が似てるかも。どういうこと？じゃあ、行きますよ。角の卓造じゃねえよ！あ、そうだ。おー。そういう方言い方は、角の卓造じゃねえよ。っていう、なんか、独特の節を。角の卓造じゃねえよ。森様の元に帰ってきましたか？なんか、眉がこういう顔してます、いつも。ほんと、じゃあこういう顔してる。眉寄ってる。寄ってる。いきまーす。角の卓造じゃねえよ。あ、似てる。いや、似てないね。思ったより似てなかった。え？角の卓造じゃねえよ。角の卓造じゃねえよ。あ、もういい。キャラが似てるってことなんじゃないですかね。はい。本田と。ああ、うん、なるほど。声がじゃなくて。うん。なるほど。どうしちゃったのかな？うん。みんな、気が済んだかな、浩平さんは。そう。満足じゃない、気が済んだんじゃないよ。満足していただけたかな。気が済んだかな。まあ、結果的に。いや、まあ、三人ともちゃんとモノマネしましたし。ね。はい。ね、いいがったんじゃないでしょうか。いいがったんじゃないでしょうか。はい。つっけいけますよ。お願いします。はい、ラジオネーム、あんたはあの時のネーム誰でしたっけさんからいただきました。あ、長いね。どこまでがネーム。うん、なんか面白い書き方してるの。あ、なるほどね。うん、はいはい、そんな不思議な、まあ誰だっけさんですか。自宅の目の前の空き地に水玉ブリーフ一丁で日傘を差しているおじさんが立っていたらどうしますか。それだけ？うん。
それでですね、はい、こちらのメールなんですけれども、はい、あの、我が、画伯である、我があのチームの画伯である、相沢舞さん、萌衣様がですね、絵を描いてくださいましてね、あの、この、水玉パンツの日傘を差してるおじさんが立ってたらのイラストを描いてくださったんですけれども、うん、大変可愛い可愛いですよ、これ。ほんと？なんか二人とも絵うまいじゃん。いや、違う。二人ともうまいけどさ、私はもうまくないからさ。いや、これ、この可愛さは、あの、誰にも出せない。ほんと？本当に小動物的可愛さがありますよ。なんでしょうね、この。うん。なんでしょう、この。なんだろう、この。これ、グッズ化できます。守ってやりたいみたいな感じで。守ってやりたいおじさんなの。いや、守ってやりたいおじさん。絵見ないとわかんないかもしれないんですけど、あんま引っ張らないでってラジオの前の人思ってるよ。見ないとわかんよ。見ないとわかんないから。でもなんか、本気可愛いんで、これどっかでブログであげたいなと。あげたいな、思ってます。はい。宣伝持つな感じで。ほんと可愛い。はい、内容が。内容どうするどうするって話ですよ。え、これ実際あったわけじゃないですよね。水玉パンツで日傘を差してるおじさんが立ってたら、うん、皆さんはどうしますか？デカパン先生じゃないの？え、何デカパン先生って何ですか？え、バカボンにいなかったっけ？あ、バカボン知ってます。あれ、おそ松くんだっけ？どっちにいたんだっけ？これは。でもなんか見たことある気がします。でっかいパンツ履いてるあの人ですよね。そうだよ。シマパン？あ、え？シマパン？でかいシマパン？シマパンですか？あー、でも全然こ、あ、顔で、顔出てこない。でもなんか、萌衣様の、萌衣様の描いてるこの絵だと、なんか仲良くなれそうなイメージありますよ。そう、二等身だしね。そうそう。絵が。妖精みたい。妖精みたい。なんか、パンツの妖精みたい。全然話変わるけどさ、はい。僕さ、ブリーフってさ、ブリーフなの？トランクスなの？ええ、ボクサー。てか、そもそもそれじゃないですか？何？ボクサーパンツ？ボクサーパンツ？誰も男の人がいないから分かんないね。え、誰か来てください。来てください。いや、来てもらったところでどうするの？見せてもらうの？大変だ。大変だよ。怖がられる。え、桃井様が。すごい悩んでる。悩んでる。どうしよう、でもどうにもできない。うん。なんか。スルー。確かにわからない。みんな教えてくれ。はい、ちょっと。じゃあ次のお便り行きましょうか。はい。お願いします。そこの前か。あ、なかった。終わってしまった。お便りが終わってしまった。はい。終わってしまったので。皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。続きましては男塾合格でしょうかのコーナーです。このコーナーはよくわからない事象に対してパーソナリティの私たちが入塾か否かを判定するコーナーです。はい、こちらの本日の入塾はじゃあまず1通目読みましょうか。お願いします。お姉さま、いきます。ラジオネーム、ここのおえさんからいただきました。ありがとうございます。毎朝の通学で気になっていた女の子が、それうざいと思うよ。ちょっと私思いましたね。毎朝の通学で気になっていた女の子が、連休明けに会ったら赤髪になっていました。そんなことも素敵だと思えた僕は、男塾合格でしょうか。赤髪。赤髪。あれですね。連休明けに？連休明けです。これがあれじゃないですか。二次元の壁を越えた瞬間じゃないですか。うん、どういうこと？ほら、赤髪なんてまず、なかなか、慣れないじゃないですか。二次元のキャラならいっぱいいるけど、赤いの。そうだね。あの、もう私 CCB しか出てこない。いやー、そっちじゃないの。流行時だよ。渋いね。渋い流し。やばい。二次元的には、うん。私もそっちの映像が出てきちゃったよ。ダメだ、もうダメだ。あら。でも要は、ちょっと、あ、どんな子だったんでしょうね、もともと。うん。ミラ・ジョーヴィッチみたいな子じゃん。めちゃくちゃ。ごめんね、なんかフィフスエレメントとかに感化されたのかなって。そういう映画を、赤髪の、あの主人公とかキャラクターが出てくるものを見て、こう感化されて、赤髪になっちゃったのかな。
みたいな。そういう流れだったら可愛いですね。うん。うん、確かに。めっちゃお嬢様学校の女の子で、うん、それで、もう嫌ってなって、あ、反発。もう、私は私、新しい私になるって言って、うん、なった。なった。どうだろう。どうだろう。どうでしょう。新しい私になる。なんかキャッチフレーズみたいになりましたけど。普通に。新しい私です。でもほら、赤毛のアンとかに憧れたのかもしれない。なんかすごい綺麗な感じだけれど。確かに。わからない何に。普通だったら、その、赤髪とかになったら、うん、あれちょっと不良になっちゃったのかな、みたいな。うん。感じ。あ、違います？うん、いや、あるある。でも、そういう、ね、うん、とかも逆に、素敵だって思えたわけですよね。うん、そうです。それ、そうです。それぐらい、そうです。それぐらい、自分の心にまっすぐで、うん、まあそう、彼女自身を、本質を、本当に好きだったんですね。好きだった。うんうんうん、そんな彼は、男塾、合格今日、全体的になんか鬱陶しいですね。入学と次によろしくね。私たちがですね。はい、お次行きまーす。お願いします。ラジオネーム、レモン味さんからいただきました。ありがとうございます。月曜日に少し豪華な夕食として回転寿司に行く僕なんですけど、社会人として底辺レベルだと認識しています。あれ？こんな僕でも男塾に入れますか？お三人は、給料日に食べる豪華な食事は何でしょうか？大変じゃない、大変じゃない、大変じゃない。いや、だって回転寿司ですよね。うん。いいんじゃない、いいんじゃないですか。うん。でも誰もが通る道ですよね、きっと。その給料日。だから、うん、うん。お寿司食べようっていうのは。給料日に回転寿司じゃなくて回らない寿司っていうのが、あ、そういうこと。レベル的には、高いって思う。ステータスみたいな。みたいな感じで思ってらっしゃるのかな。そこで勇気が出ないこと、うん、いや、お金的な問題なんじゃないだろうか。給料日に自分の中で少しの豪華な、うん、夕食が回転寿司だけど、うんうんうん、社会人にしてみたら、人によってはやっぱお寿司を食べる方もいるからってことかな。そうですよね。うんうんうん、給料日、二人は何を、なんか食べます？そういう豪華なもの食べようとか。給料日に食べます？豪華なものじゃないんだけど、うん、買いだめをするものがあって、うん、あのね、うちの近所のスーパーってね、なんか見たこともないような、うんうん、プリンとかヨーグルトとかが並んでんの、でよく見ると全部島根さんなのね。なんか島根県のなんかと直営をなんか流通わかんないけど、あの、まあ、繋がってるらしく、うん、なんか答えるごとに島根なんだろうこれって思うと島根さんなのね。島根推しだって。そう。このスーパーすごいですね。そうで、島根県のなんかねプリンがあるんだけど、普通のプリンに横にね、こうベッてセロハンテープで醤油のさ、お弁当箱に入れて醤油わかる？あ、わかる。ああいうのがついてんの。え？カラメルソースなんだけどそれ。ああ。カラメルソースがそのちっちゃい醤油入れみたいなのに入ってベッてこうプリンにセロハンテープで貼ってあるのね。だから後でカラメルソースをかけるの。うんうん、あ、すごい。全然高級感はないんだけど、なんか、ちょっとチープ、むしろチープな感じがする。プリンなんだけど、それがすっごい美味しくって。食べてみたい。それを、わーって、こう、6個ぐらい。あ、それはいつもじゃあ買うんですか？月1ぐらいで。そうだね。パーッと買って。うん。あ、でもいいな。で、お家で、こいつカラメルソースかけて。もうケチだからさ、半分ぐらい普通に食べて、残りの。残りの半分だけ。二度美味しいみたいな感じに。カラメルソースかけて。すごい美味しいの、それが。なんかそこが好きですね。全然いいですよね。なんか自分のそれぞれの、なんかこう、なんか食べ物の。うんうん、そうだよ、うん。値段じゃないよ。好きなもの食べればいいんだよ。美味しいよ。ありますか。ん？何？私？給料日じゃなくてもいいんだけど。私でも結構気持ちがわかるというか、なんか本当に給料日は嬉しいじゃない？うん、嬉しい。で、なんかテンションのままちょっと高いもの食べちゃおうかなとかも。へぇー。戦いが出てるけど寝てへぇー。何？何？いつもなんか、あの、食べないようなとこ行って食べたりするかもしれない。私なんかもじゃ全然どうしよう。二人のようなこと逆かもしれない。え、どういうこと？給料日になると、を、うん、出して、ほーってなって、しまう。貯金タイプだ。そう。もうなんか逆に給料日は使わないですね。あー。浮かれない
だ。いや、だから浮かれるんですよ。はぁって。見て。見て、浮かれて、私は家にそれがあることが、浮かれてるんです。わぁ、お金持ちになるタイプだよ。違うんですよ。使うことじゃないんです。食べ込むタイプだ。あるっていう。だってね、それはお金持ちになるタイプ。どうか、どうですかね。流通はしない感じですけど。そう、それがでもね、ケチになんなきゃいけない。そう、しめしめみたいな。知らず知らずのうちに。でもたまに豪華な食事じゃないですけど、なんか、ちっちゃいですけど、なんか、パン屋さんとか行って、自分の好きなパン買って、そこでお食事したりするのとか好きですね。あ、でもなんかみんな、わかるね。何パンが好きなの？なんか、オレンジ系の。なんかすごいコアなところ。なんか名前がよくわかんないんですけど、なんかパイみたいなのがあって、デニッシュね。デニッシュ。デニッシュね。デニッシュ。デニッシュ。そうなんです。あ、そうなんだ。私クリームパン。パンの話になった。何が好きで？クリームパン、なんか萌さんも合いますね。うん。うん。何？私はメロンパンが好きです。クリームパン、メロンパン、なんかデニッシュ。なんかすごいの。なんかね、すごいね。おしゃれだね。深くにもかっこいいと思っちゃった。パンの話になりましたけど。はい。はい。あ、次？そんな感じで、男塾、この方は、どうしましょうかね。決めちゃって。いきますよ。レモン味さんは、男塾、入塾ということで、今後もですね、底辺なんて思わないで、回転寿司を楽しんでください。さい！さい！はい。はい。次行きますか？次行きます。次、お願いします。次行きますか？はい。ラジオネーム、リップクリーム丸かじりさんからいただきました。ありがとうございます。僕は今まで、どっちが長い地名知ってるか対決で負けたことがありません。ん今までで一番苦戦した相手が出した、スリジャ、ヤワルダ、ナプラコッテを、切り札、チャーゴクガゴクマンチャウグガゴクチャウバナガンガマウグコ。で、帰り討ちにしました。そんな意味なく長い地名を7年間忘れずに記憶している僕は男塾入塾でしょうか？はぁ、あ。チャーゴクマンチャウグザーが今解読中です。チャウバナガンガマウグコ。解読中で大事なことなんです。湖の子ですね。地名ですか？あ、湖の名前ってことですか？そんな長いの？本当も長いの知ってますよ。何？なんだ？言ってごらん。グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国ですね。国の名前だ。え、そっちの方が長いんじゃないの？ほら！え？やばい、文字にしたいけど。ああ、難しい。グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国です。これは相当、言ったんじゃないでしょうか？じゃあ、だよ。自分で数えてよ、どうせだ。グレートブリテン北部アイルランド連合王国。対する29負けてた。負けてた。国の名前だしな。じゃあそんなそんなじゃあリップクリーム丸かじりさんは男塾入塾おめでとうございます。ちなみにですねイギリスの名前なんですよ。んイギリスのを、ちゃんとした読み方にすると、グレートブリテン及び北アイルランド連合国。え、それって、イとギとリとスの頭、え、それが。グレートブリテン及び北部。入ってない。入ってないですね。あ、そうですね。あれでも多分、イギリスでも起こったと思うんですけど。で、でしょ。ですよね。合ってますって。はい。です。の皆さんからお便りにしましょう。お便りはランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。そして次のコーナーはありがとうのコーナーです。このコーナーはどん底になった時にこそ前を向こうのコーナーです。では、早速読みます。トガリも無理してもよくわかったね。ラジオネームマグネットパワーさんからいただきました。ありがとうございます。君だけだよ、続けてるのは。皆さん、こんにちは。こんにちは。僕
僕は今大学生なのですが、家から大学までなんと3時間かけて通学してます。おお、長いね。すごいね。1限目の授業に間に合わすためには、5時に起きて始発の電車に乗らなくてはなりません。うん。また部活などのために帰りは終電で帰るのもしばしば。へえ、大変。それでも僕のために母は毎日ずっとお弁当を作ってくれます。帰りが12時近くになっても食べ終わったお弁当箱を洗ってお弁当を詰めてくれます。そんな母に心の底からありがとう。え、なんか BGM がね。もう一度これ何の曲ですよ。え、ちょっと BGM だよ。軽快な BGM。もうちょっとなんかタラララみたいな。なんかどうしましょう。いや、なんかいいお話だった。いい話やなですね。いい BGM をと思って。モリ様ごめんなさい。ありがとうございます。モリ様。ありがとうございます。すごく嬉しかった。でも、前に警戒だったのでじゃあ、そんなモリ様にも、ありがとう。どういたしまして。帰ってきた。返信。嘘だろ。じゃあね、このね、お母さんのお話ですけども。うんうん、確かにね、うん。これ大変なんですよね、でも。よくよく考えたら。大変だと思いますよ。朝一で作んなきゃいけなくて。うん、で、お弁当箱も洗ってくれてるんだよね。うんうんうん、ってことは帰るの、ね、待ってて。待っててくれてるっていう。寝るの4時間ぐらいしかないんじゃないですか。だから。うん、あ、そっか、で、出る前に渡さないといけないから。うん、そう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 。私ね、でも、うちのね、母はお弁当をね、うん、作ってくれてたの、うん。でもね、こう、パッて開けた時にね、こう、カレーが入ってたことがあって。すごい。で、しかもね、分けてなくて、ご飯の、ご飯の上に、ブイってカレー。一応ね、自分、洗うの便利だから、サランラップでくるまれてんの。サランラップにくるまれてるの。サランラップ一回敷いて、黄ばんじゃいますしね、カレーだと。それにご飯を詰めて、うん、その上に。で、ベルベルってサランラップでこう閉じられてるんだけど、サランラップを、ウェーって開けた途端に、こうご飯の上、カレー丼の状態だよね。カレー丼の状態で。すごい、なんかもう。カレーを持ってきてる奴がいるぞって。匂いがしますからね。すぐバレますよね、カレー持ってったら。なんかね、ああ、でもなんか。いろいろね、雑なお弁当伝説があってね。やばい、なんかかっこいい。感謝してるんだけど、もう、なんかもう受け狙いみたいになってて。なんかかっこいい、かっこいい。萌様のお母様のイメージがしないって。萌様何か持ってきたぞみたいになりますね。はい、食いな、みたいな。今日はカレーだ。もうブヨブヨしてんの。すごい、すごいよな。いや、でもね、ほんとありがたかったですよ。うん、人気者でした、うんうん、私。いろんな意味で。みんな毎回楽しみになりますよね。そうですね。はい、じゃあ、そんな、はい、毎日お弁当を作ってくれるお母さんと全国のお母さんに。うんうん、はい。ありがとう。はい。それでは、お次の、ラジオネーム、いかわさびさんからいただきました。うん、ありがとうございます。美味しそうだね。いかわさびもね。皆さん、スラマッパギ。スラマッパギ。本田さんがラジオで、ゆっこみたいにいじられていて、ラジオでもアニメを見ているような気分です。本田さん、ゆっころがしされてありがとう。私でも、うん、このゆっころがしって言葉がすごいうまいなと思って。そうね。ニコニコでなんか。そうそう。一回、舞ちゃんが、うんうん、ひたすらボケる回があったじゃないですか。うんうん、あの時に、生まれゆりみたいなとこですよね。そうそうそう。あそこでひたすら転がされてきた。そうそう。うん、ゆっころがしっていう風に書いてあって、う, んうん、うまっと思ったんですよ。誰だろう、すごいね、ゆっころがしって考えた人。でも私は複雑だよ、なんだこのメール。そう？どういうことだ？だって本当にありがとうって言ってるんでしょ。うんうんうん、ああ、ゆっころがしされてくれて。うん。転がしてる方じゃない、ね、転がされてくれてありがとう。いつかどっかのラジオで私が転がすんで。うん、おー。ここじゃないの？え、だから、いつかこのラジオの、このラジオの、どっかのラジオで、このラジオの、時にみたいな、どこかの回で、うん、きっと私が転がすんで。何そのドヤ笑い。ドヤ笑い。新しい言葉です。ホンダのドヤ笑い。その転がされた瞬間のみんなの顔を見たいですね。ブーフー。なんだよ。なんかでもこの、この絵面がもう転がされてますよね。見てもらいたいよ。もうさ、
ちゃん、ホンダだけ生中継。なんで私だけ生中継。ホンダカメラでしょ、定点カメラ。定点カメラ。欲しい。ほんと、ホンダカメラ欲しいよね。もう、ユーストリームで配信するやん、もう。24時間ぐらい。やだ、早いぞ。バイクとかで。もう、すぐ広がるから。面白いわ。はい、というわけで、続いていきます。これありがとうって言うんだ。あ、そうだ。これはじゃあ、こんなに対してなんで、私たちで。そうだ、私たちに言いましょうね。じゃあ、そんな、ゆっころがしされてる、ホンダに、ありがとう転がしてやんよ。はい、もえさんは次のお便りお願いします。いける？いけますか？終わる？いきます。はい。ラジオネーム、TKWO さんか、K2 さん。K2 さん。はい。自分の限界を超えてみようと、非日常的な大変だって、非日常的な体験をしたら、ドクターストップがかかりました。うん。自分の限界を知るために、何気なく見たサイト、限界を知ることができました。ありがとう。どんなサイトだよ。わかんないです。怖いですね。なんか、ざわざわしてる。ざわざわしてる。ドクターストップ。順調にざわざわしてます。されるほどの。だって、あれでしょ、自分の限界を知るために何気なく見たサイトを見て、うん、超えてみようとそれをやったら、うん、ドクターストップがかかったんでしょ、うん、ってことは、そういうことが書いてあるってことでしょ、うん、何の限界、どんな、怖いよ。なんか怖いよ。ていうか、この人さ、何にもないんだよ。名前とか。住所とか、この人何にも書いてない。大丈夫？真っ白。不思議な感じ。なんか時空のどこから来たみたいな。もしかしたらそうかもしれない。もしかしたら概念になっちゃったんじゃないの？はぁ、あ、限界を超えて。そうだよ。きっとみんなの概念になっちゃった。あ、さっき言ってた二次元超えてってだったんじゃないですか。超えちゃったんだ。超えちゃったんだ。超えちゃったんだ。あの、K2 さん。じゃあその概念を超えた。もうなんか祈るような気持ちで。うん、ね。K2 さんに。はい。じゃあ、K2 さんに。はい。じゃあそんな、次元の壁を超えた K2 さん、はい。ありがとう。忘れない。忘れないから。絶対に忘れない。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お願いします。あ、かんない。さて、番組も、そろそろ、終わりとなりました。いいのかな？終わっちゃっていいのかな？いいんですよ、はい。で、どうでした？今日。今日は何でしょうね。まったりって感じですかね。じゃあ、ね、もうぜひ、ホンダの顔が、ね、皆さんに。本当だよ、ほんとに。見えればいいのにな、っていう。いや、その皆さんの顔の方が大変面白い顔してないけど。ちょっと、年配の方みたいな。ああ、じゃあいつかね、そんな、ゆっころがしをね、はい、ホンダにされる日を、はい、楽しみにしています。いや、期待してます。頑張ってます。自信持って、はい、はい。じゃあまたいつかこの3人とお会いしましょう。来週も聞いてください。最終回みたい。というわけでまた次回お相手は長野原美代役相澤舞と愛用優子役本田真理子と水上舞役戸橋美鈴でした。スラマンマラム。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。